どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、流行り紙やっていきたいと思います。はい。はい。今日は、金谷ひろむさんのお宅に来ました。その住宅訪問みたいなスタートしたじゃん。どうした？あれ？え？金谷ひろむさんのお宅に来ました。なんかあったよね、昔そんな番組で。オタク訪問みたいな。オタク訪問みたいな。そんな感じだっけ？そんな感じでちょっと今日行こう。流行り紙ってそんなゲームだったっけ？大きなお家ですねみたいな。でも今見えてるセリフめちゃめちゃディスってるよ。まあなんか、なんだっけ、まあ軽く言うとあれですね。ヤジマで全部のところにいた金谷ひろむに、まあちょっと話を聞こうと。そうだね、来たわけですよ。まあ でもその金谷さん、まあ一筋縄ではいかなそうな、なんか変な人、めんどくさそうな人。ワンちゃん前回言ってたみたいに、サキちゃんが黙って殴り続けるの見てみたいけど。あとバカって言っちゃダメだって。あ、そうだね、目の前でバカって言うなよって言ってたからね。風間さんがうちらが呼ぶにはいいんだよね。うちらが言う、わかんない、聞こえるかもしれない。聞こえるかな、嘘。うん、まあいいや、じゃあ行こうと思います。はい。やつは無職でネット中毒だぜ。いないわけがないだろう。行ってみるぞ。はい。どんなに、おぉ、いいお家ですね。へぇー。でかっ。でこ、私たちは、金谷の母屋の、ん？金谷の母屋さん。嘘だろ。私たちは、金谷家の母屋の玄関から声をかけた。出てきたのは老婆で、おそらく金谷さんの祖母だろう。事情を話して本人との面会をお願いしたら、彼は隣だと教えてくれた。最近はこの離れで暮らしているのだという。離れにいるんだ。広い家だな。ね、離れあるとか。私たちはその離れの玄関でチャイムを鳴らす。だが、しばらく経っても反応がない。仕方なく何度かチャイムを鳴らした。めっちゃ鳴らすじゃん。めっちゃ鳴らすじゃん。留守ですかね。いい留守に決まってるだろう。どうせ面倒がってるに決まってる。こういう時はだな。金谷さん、金谷ひろむさん、宅配便です。お荷物のお届けに上がりました。宅配便？アニメ DVD か。ゲームソフトの配送と勘違いするだろ。そんなバカな。嘘。ほらな、と風森さんはアイコンタクトをして玄関を向いた。のろのろと扉が開いたとき、お目当ての本人はあっけに取られていた。宅配便の人じゃないよね。ごめんな、どうしても話が聞きたいから嘘ついちゃった。話って何？てか、あんたたち誰？また親たちが呼んだの？俺は働く気がないわけじゃないんだからさ、ほっといてよ。親たちが無職の息子を心配して手配したと勘違いしているのだろう。そもそも、彼は風森さんのことを完全に忘れているようだ。これはむしろ好都合だ。いや、そうじゃないんだ。俺たちはこういうものだ。風森さんが懐に手を入れたタイミングで、私もポケットに手を伸ばす。そして二人同時に警察手帳を提示した。警察？一連の殺人事件のことは知っているわよね。少し話を聞かせてもらいたいんだけど。今俺ちょっと用事があって。そんなに時間は取らせないわ。事件解決に向けての地域協力だと思って
お願いします。金谷さんは面倒そうな顔をしている。どうにかして協力を拒みたいようだ。え、何？警察は手がかり見つからないの？どうと困りはんて、あってもなくどさ回り？ええ、まあね。少しでも取っかかりが欲しくてね。案外警察も無能なんだ。時々テレビでやってる特番じゃ優秀だと喧伝するけど、あれは政府とテレビの捏造なんだ。そうじゃないと口を開きそうになったが、その瞬間に風森さんに肩を叩かれて我に返る。そこまではよくわかりません。それよりも話を聞かせてもらってもいい？見返りは何くれんの？はい。だから見返りだよ。なんで大事な情報がただ手に入ると思ってるの？事件の取っかかりがなくて困ってるんでしょ？だったら特別顧問として手伝ってやるよ。ネットには何でも情報があるんだからな。俺のスーパーハッキングで何でも調べてやる。だからいくら払ってくれんの？こっちの足元を見てリベートを要求するなんて、強い口調で対抗したくなるが、なんとかぐっとこらえる。俺に頼りたいんでしょ？だったら手土産くらい当然しょ。まさか手ぶら？思わず拳をぐっと握りしめる。このずうずうしい態度の彼を殴りつけたくなってくる。風森さんが言っていたことが全て正しかったと痛感する。あれ？あれあれあれ？何その拳ギュッと握っちゃって、もしかして怒ってるの？そんなわけありませんよねえ風森さん。何？およく撮れてる。証拠ゲットってな。なんかされたらこいつをブログにアップすればいいや。ぶっちん、ダメだ。風森さんには悪いが、この男には虫唾が走る。へりくつを汚い口から垂れて不快にさせるこの男を屈服させないことには、私たちの目的にたどり着けそうにない。すみません、風森さん、そろそろ本題に入らせてもらっていいですか？おう、やれるだけやってみろ。ありがとうございます。では。そう言うや否や、私は彼の胸ぐらをつかんだ。いきなり何するんだ？人をバカにするのはいい加減にしてください。暴露してやる。国家権力の弾圧を受けたってブログでぶちまけてやる。ちょっと待って、ライアーズアートって書いてあるね。これ待って、ちょっと怒らす、バカって言っちゃいけないってことしかわかんないわ。そうだね、まあ、でもいや、まあ、ライアーズアート中に殴るってコマンドないのかね。あるかもしんないよね。でも殴ったらこいつまたなんか言いそうだしな、めんどくさいな。もうでもすでに胸ぐら掴んでる状態ってことだよね。やっちゃってるから、逆に脅した方がいいのかな。いいんじゃない。よし、行くぞ。ライアーズアート始まった。屈服させるだから、もう殴ろうか。キーボード、ネットネットネット、とりあえずまずここから行ってみるか。それではあなたの接続情報をすべて調べさせてもらう。ネットの世界でどれだけ影響力があるのか、こちらも把握させてもらうわね。インターネット舐めてると痛い目に遭うぞ。脅迫すると炎上するからな。炎上だぞ。どうだ、怖いだろ。あんまり屈服してないな。か弱い女性に胸ぐらつかまれてすごまれてる状態で、とっても威勢はいいのね。弱い？私が胸元を締め上げ続けると、彼は情けなく口をパクパクし始めた。私に反抗する態度を崩してはいないが、
彼の手足は動揺を隠しきれていないようだ。このまま押していけば彼から証言を引き出せるかもしれない。押してこう。まあまあ変わらず、へりくつと罵詈雑言ばかりでうんざり。これ以上脳がきを垂れるならこっちにも考えがあります。脅迫か、やったね。悪いけど録音させてもらったぜ。これでお前は罪だな。強く言った方がいい。おめでたい。あなたは墓穴を？墓穴にしちゃった。時間があると何か分かんないな。私を追い詰めたいの？たった一人で？たった一人で警察組織を追い詰めたいって本気？それこそあなたは墓穴を掘ってるってわからない？別に喧嘩を売りたいわけじゃなくて、自分の身を守りたいだけなんだよ。自分の身を守りたいって、彼は何かやましいことがあるのか。じっと彼を見つめた。その沈黙に落ち着かず、彼は妙におどおどし始めた。直感だが粗暴な言動はその内気な本性を隠すためのパフォーマンスなのかもしれない。そんなに焦らなくていいのよ。私はただあなたから話を聞きたいだけなんだから。マジ？あっけに取られた表情を彼は浮かべた。どうやら彼は突然の警察の訪問に過剰反応を示しただけのようだ。あ、ちょっと信じた。おお、なるほどね。いい？金谷ひろむさん、特別に選ばせてあげる。ここで、ここか文書か、どっちで話を聞かせてくれるの？なんで勝手に俺が協力するって前提なんだよ。調査結果、これにしようか。なぜかな。そう、残念ね。私たちはただちょっと話を聞きに来ただけなのに。ならば正式に捜査手続きを取ってまた来るわね。正式な手続き？それってまさか俺を逮捕されるってことかよ。それこそ不当逮捕だろ。事情聴取を得られなかったからだけで強制措置を取ることは正直できやしない。だが捜査手続きという言葉に強烈な反応を示した。やはり彼は何か知っていると確信せずにはいられない。どうしてそんなに拒絶するの？何か見られたくないものが家の中にあるのかしら。いや、だってお前らの汚い部屋ってね、部屋のフィギュアとか触られたくないし。動かない。動かねえな。なあ刑事さん、俺が何かしたのかよ。俺は別に悪いことしてないだろ。押していくべきかな。でもこいつ押していいんじゃないの？黙れって言う？言っていてもいいかもよ。大丈夫かな。黙れ。お前のへりくつなんてうんざりなの。私に協力するのかしないのか、その覚悟を決めなさい。今すぐに。今すぐ？そんな、だから。ああ、もうじれったい男でしょ。そんな男とか言われても。優柔不断な態度に苛立ってくる。こんな調子じゃいつになったら話が聞けるのか分かりやしない。動かない。ああ動かない。はあ、分かった。もういい。また来ます。お時間を取らせてすみません。は？そうか分かりゃいいんだよ。分かりゃ。今度はいっぱいで来るぞって言ってみようか。ええ、大変失礼いたしました。できるだけ早く、今度は大勢でお伺いします。なんだよそりゃ。あなたは私が女だからって舐めてるでしょ。だから次は大勢でお伺いしますよ。学士のいじめかよ。彼はぎょっとして私をまじまじと見つめた。明らかに動揺しているが決して
協力する態度を見せたとは言い難い。どうしたら彼の協力を引き出すことができるのか。脅してもダメか、あんまり動かんな。いえ、もういいんです。今日のところは引き上げます。ちょっと待てよ。押してダメなら引いてみろ作戦。あー、なるほどね。また来ないの。今さら何です。もうこっちの要件は済みました。それではまた今度。言い逃れができない準備を整えてまた来ます。思ってるなって。ちょっとかかっただけじゃないか。何その冗談が通用しない態度は。大人の対応しろよな、おい。その言葉そっくりお返しいたします。では。そんな、ごめん、待ってくれよ。いきなりそんな冷たくするなって。もはやこの場のペースは私のものと言ってもいい。だが決して油断はできない。彼が協力的な様子を見せ続けるかは未知数だ。慎重に彼を見極めなくては。押して引いて、押して引いたでしょ。ああ、でも動いた動いた。もうどうでもいいです。とにかくお邪魔しました。今度お会いする時を楽しみにしていますから。わかったよ、しょうがねえな。今回だけは特別に話を聞いてやるよ。お、特別？何が特別なんですか。私たちは通常の聞き込みに来ているんです。そこまで恩を着せるつもりならば結構ですが。もう分かったよ、俺の負けだ。だから面倒なことは勘弁してくれよ。干渉だ。このへりくつ屋を屈服させることができた。思わず鼻が膨らむ。そして一度はこの男に負けた風森さんをチラッと見てドヤ顔をしてやった。もう性格悪いよ。ドヤ見たか。風森さんは少し悔しそうな視線を私に投げつけていた。やってやったね、見たか。あのカリッジポイント回復したよ。あ、やったね、よかった。それなんだよ、俺に聞きたいことって。さっきも言った通り、この村で最近騒ぎになっている一連の殺人事件のことなんだけど。そうだったそうだった。別に俺は何も知らないんだけど。どうして全ての現場でやじ馬をしていたの。ピクリと金谷が反応する。気取られないように彼をじっと観察する。私の質問が予想外なのか、明らかに反応が変わってきていた。聞かせてもらえる？どうしてあなたはいつも捜査現場に駆けつけるの？俺、小説家を目指してるんだよ。誰にも言ってないけど。新本格か、電気物なんだけど。え？小説？予想外の切り口に、あっけに取られてしまった。それで取材がてら現場を見に行ってきたんだよ。こういう現場を文章で書くときにあんたたち警察が使っている用語とか参考にしてた。まさか俺が事件に関係しているとでも思ってたか。勘弁してくれよ、そんなんじゃねえし。警察は俺なんかにかまけてないで真面目に働いて犯人捕まえろよ。村の連中もあんたたちの手たらくを呆れてたぜ。はるかだって俺に同情していたし、とにかくあんたたちの一挙手一投足をじっと見つめているってことよ。はるか？はるかって水瀬はるかさんのこと？あなた知り合いなの？意外だ。あんな可愛い子とこの男が接点を持っているなんて。しかも下の名前で呼んでいるのも気にかかる。おお、はるかとはプライベートで仲良くしてんだよ。で、
それは聞く込みに関係ないだろ。すみません、完全に興味本位でした。たく、俺は遥との関係を大事にしたいんだよ、わかるか。だったらこれに関しては忘れてくれよ。彼女だって小説家志望の無職と知り合いって迷惑だろ。どんな関係性？どういうこと？彼は話しているうちに額に汗をびっしょりとかいていた。確かに季節的には暑いし、彼はメタボ傾向にある。表情もどことなく優れない様子だ。大丈夫？汗がすごいわよ。ああ、大丈夫。汗っかきだから、それに薬の時間だからかな。薬？何か持病を持ってるの？ああ、食いすぎっていう病気をな。え？肥満に対して薬物治療を行っているの？もしかして糖尿病か何か？違う、これはその、いいだろ別に、あんたには関係ない。それはそうだけど。もういいだろ、今日はここまでだ、もう帰ってくれ。え、もう少し話を。俺は知っていることを全部話した。だからこれ以上は何もわからない。だからもう終わりだ。え、ちょっと金谷さん。あらまあ、あら、あ、鍵まで閉めた。突然態度を表変して強引に切り上げられてしまった。施錠された玄関を前にして私たちは立ち尽くすしかなかった。おい、閉められたな。閉められちゃいましたね。これはどう読めばいい？やつは黒か白か。少なくとも何かあるような気がするんです。彼の言葉のことごとくが真実とは思えません。そうだよな、俺も同感だ。クズが必死に取り繕ってたとしか思えん。でも決定的な物証が出ているわけでもなし、捜査令状は取れないですよ。もし黒だったら彼はきっと証拠隠滅を図ります。そうだな。ということはだ、今から監視だな、金谷ひろむをな。なるほど、監視することになった。いや、まあでもそうだよね。怪しいもんな、どう考えても。怪しい。てか、だってあの女の子もなんかさ、金づるとかにされてんじゃない？金谷さんの？金谷さんが。あ、金谷さんが？うん、か。だって、地主でしょ？あ、お金持ってそうだな。ちょっとさ、言ったらさ、あれじゃ、食いつきそうじゃない？不費っつって。ワンちゃん？あるかも。そんなの買ってあげるよ。なるほど。なりそうじゃない？どうなん、どんな関係性なんだろうな。名前で呼び合ってるけどな。そうだね。あ、呼び合ってる、呼び合ってるかは分からんわ。名前で呼んでるけどね。そうそうそう。向こう、向こうは分からんけど。誰みたいな。ああ、あいつみたいな。え、そんな子だった？はい、いい人ですよね。可愛らしい子だったけどな。よし。怪しいじゃん。じゃあちょっと見張るか。見張るか。見張るか。早速その晩から私たちは金谷ひろむの張り込みを開始した。目的はただ一つ、金谷を徹底マークし不審な動きをすべて洗い出すことだ。そのためにも彼とのコンクラベに勝たなくてはならない。私は固い決意を抱いて車の中に身を潜ませる。何時間でも何日でも彼の尻尾をつかむまでと、私は視線を金谷家に集中させる。時折首元に浮かぶ汗がつらい。夏場の張り込みはこういう弊害がよくある。暑いんだね。そりゃそうだよね。車の中で、ね、エンジンかけらんないでしょ。そうだ、そうだよね。あんまりね、うん、だって見てるなってバレちゃうもんね。電気も消してみたいな感じ。こんなさ、でもさ、ちょっと田舎っぽい感じだったらバレそうだよね、それだけでも。見えないところに隠れてんのかな、車のこと、ね。
エンジンかけちゃダメなんだ。なぜならば、長丁場の張り込みにエンジンをかけっぱなしというわけにもいかないからだ。駐車しっぱなしの車にエンジンがかかっていたら、相手に蹴取られる危険性が増してしまう。それに、ガス代の節減は、上の上、天井人たちからのお達しでもあるのだ。これに素直に従わないと、給与査定に大きな影響が出る。大変だね。大変だね。彼はほとんど外出をしないようだ。そのため、私たちは何晩も徹夜を強いられる。何日いるの？その間も文書の方で動きがないかと、時々徳良課に連絡を入れては見た。だが、黒田課長からは、進展なんかないよ、という虚しい返事しか返ってこなかった。私は車の中で、静かに金谷博務宅をじっと見つめながら、自分の直感を信じ続けていた。どうじゃろか。ほらよ、冷たいジュース。ホットサンドも食うか？ジュースだけいただきます。すいません。お前、ホットサンドいらないのか？もったいない。実にもったいない。人生の何割か損してるぞ。いえ、風森さんの大好物でしょ。だったら私が手を出すのは申し訳なくて。なんだよそりゃ、いちいち気にするんじゃねえよ。可愛い後輩がせがむば、こんなのいくらでも。心にもないことを言うのはやめた方がいいですよ。風森さんの大好物を横取りするほど卑しくはないです。おお、そうか。なかなか気遣いできるじゃねえか。最近ようやく仕事が分かってきたな。社交辞令でホットサンドを辞退するくらいで仕事がうまくなったと褒められるなんて。それよりも30分に一度は車から出て暇を潰しているのを何とかしてもらいたい。仕事しろ仕事しろ。じっとしてなさいよ。まったく。なんか動きはないよな、その様子だと。はい、見た通り彼はインドア派ですからね。姿を全く見せてこない。家の出入りは？何もありません。時々家族が母屋から出てくる程度。静かなものですね。あのさ、もしかしたらなんだけど。これ以上は言わないでください。私だって嫌な予感はしてます。風森さんが言いたいことは分かっている。もしかして当てが外れているんじゃねえか。何日も彼の家を張り込んで全く状況が動かないのだ。私じゃなくても盛大な空振りをしているんじゃないかと不安になってくる。留置所の関本もほったらかしだろ。そのうちどやされるぞ。特に捜査一課の連中に知られたら面倒だ。ええ、でもですよ、何かが引っかかるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、はい。でもそういう当てずっぽうなものではないんです。何かおかしくないですか。私のこだわりに風森さんがうんざりしていることだろう。だがこうでもして言葉を交わしていないと集中力が途切れてしまいそうになる。まあいいや、夜は長いんだ。そのおかしいところ行ってみろよ。金谷博務は事件が発生したら必ず現場の見物をしています。でもここ何日か見ていると外出の気配はなし。これって何か引っかかりませんか？なるほど、それは確かにな。じゃあ引き続き監視を頼む。俺はちょっと仮眠取るわ。1時間交代な。ダメです。そう言ってまた朝まで起きないんだから、少しは真面目にやってください。んなこと言ったってよ、俺夜更かしは苦手なんだよ。黒田課長に詰め寄った意気込みはどこに行ったんですか？そりゃあれだよ、まさかこんな長丁場になるなんて思ってなかったし。
風森さんの悪い癖が出てきた。威勢がいいのは最初だけなのだ。長丁場で根気がいる話では、すぐ悟りがちになる。とにかく少し休ませてくれよ。今度ホットサンドおごってやるからさ。だったら私から休ませてください。私だって連日こもりっきりなんです。顔もドロドロで気持ち悪いったらありゃしない。え、なんだそれ、ずうずうしくないか。どうして先に休もうとすんだよ。自分で言ってて矛盾してるって気づきませんか。ああ、もうわかった。じゃんけん、じゃんけんで決めよう。それなら公平だろ。どうだ、文句あっか。いい加減にしてください。ガラスの割れる音、そして絶叫、これらの音が耳に飛び込んできた瞬間、私たちの会話は中断された。それは中断されるよ。今びっくりした。びっくりした。なんで急にさ、あれなの。じゃ、男か女かわかんねえし。あーあーって言ってた。怖い、怖いよ。うわ、張り込みの、まあ結構そう、こう、そうしちゃいけないんだけどね、こういうものってきっとね。今もうだってじゃんけんするのかなと思ってたらさ。じゃんけんの、風森さんのじゃんけんへ向けた気合いの掛け声なのかと思った。ガシャーン言うたから。ガシャーンじゃピッ。なんか怒ったぞ。なんか怒った。絶対怒ったな、これ。怒ったね。これはただごとじゃない。まあ、そうだね。ガラス割れてしね。ただごとではない。この時間に。コップ落とした音とかじゃないもんね。この時間にガラス割れてあれでしょ。あの、中島とかが野球してた結果じゃないでしょ。ないもんね。真っ暗だもんね。カツオとかが野球してたわけじゃないでしょ。違うもんね。いやー、どうなんだ、これ。次回やるか。そうだね。うわー、怖い。次回じゃあそこに突入です。ね、何が起こるのか。何が起こるのか。今日はここまでにしましょう。はい。それでは、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。